心斎橋の大丸に着きました。ここね、展望台があるんだな。大丸心斎橋、歴史があるんですよね。1726年で江戸時代だね。え、ちょっと入ってみよう。入り口線、出口線じゃ。最上階に来たんですが、展望台があるってないよね。エスカレーターの方に行ってみよう。やっぱりね、風格があるね。風格がある。ここは展望台は、はい、展望台らしきところに来ました。っていうかね、確かにね、10階で、いい展望ではないですね。まあ、とりあえず大阪1箇所目制覇しました。パルコから降りよう。パルコと繋がったんですね。パルコの方は、の方もあるんでね。15階行ってみよう。あ、展望で聞きました。あるんですね。あ、閉鎖中かも。残念。今日ダメね。あ、閉鎖中。多分出るとすごい景色がいいかも。これぐるっと回れるんだね。残念だ。しょうがない。またこのコロナのね、騒動が収まったら来ましょう。吹き抜けもあってね。でもさすがね、あ、これ新築の匂いするよ。出来たてなんだね。で、さすが大阪都会だね。上階、これね、十何階だろう、に映画館がありますよ。12階か、そうかね。じゃあ下降りましょう。前方す、どれが一番早く来るかな。快速、これだね。